カナダ滝ナイアガラ川霧の乙女号ナイアガラフォールズはカナダのオンタリオ州南西部に位置する都市でナイアガラ川に面している人口は2006年の国勢調査によるとおよそ8万2千人世界三大幕府の一つとして知られるナイアガラの滝があり新婚旅行で訪れる人が多いことから別名ハネムーン式とも呼ばれる対岸のアメリカ側には ニューヨーク州のナイアガラホールズ市がある。ナイアガラの滝を眺望できる地勢からナイアガラホールズ市は世界的に知られた観光地であり、滝と川沿いのエリアは観光地区として開発されている。この地区には駐車場、ギフトショップ、展望台タワー、高層ホテル、カジノ、劇場などが見られる。米英戦争の舞台になった市内北部と南部のエリア沿いには ゴルフコースもある。色恋族の先住民が定住していたが、1670年代にフランス人司祭ルイス・ヘネピンがこの地区を訪れて、以降、17世紀からヨーロッパ人の入植が始まった。19世紀初頭から観光業が始まり、地元経済の重要な産業となる。観光地として著名であることを利用して、同氏は、 新婚旅行先としての宣伝を自ら展開した。1914年5月20日に、同市でナイアガラホールズ平和会議が開催された。1970年に、上層の行政隊、ナイアガラ地域が発足した際に、同市はチッパワ村をはじめ、周辺の町や村を合併して、現在の姿となる。トロントからナイアガラホールズ市までの区間 130km は、 高速道路で結ばれている。エリー湖からオンタリオ湖へ流れ注ぐナイアガラ川とナイアガラの滝に沿ってナイアガラフォールズ市が作られた。ナイアガラ地域の気候は比較的穏やかであるが夏と冬の寒暖差は激しい。2006年の国勢調査によるとナイアガラフォールズ市の人口は82,184人で2001年統計より4.3%の伸びを見せている。 広域圏、の人口は427,421人。カナダの全国平均より高齢化が進んでおり、14歳以下の割合が18.09%、65歳以上、の人口は17.03%となっている。同市の住民の83.97%がキリスト教徒とされ、その内訳はガトリックが41.99%、 プロテスタントが36.80%、正当教義を含め、その他のキリスト教徒が5.18%、存在する。14.10%が無宗教で、残りの1.93%は少数ではあるが、ユダヤ教、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教などである。ダウンタウン滝による安価な水力発電が豊富に、できるため、20世紀初期から中頃には、 電子化学や電子夜勤の産業が入っていた。これらの産業は、不況と国際競争のため、1970年代から1980年代に、同市から撤退した。観光業が最も重要な経済基盤であり、ニューヨーク州のナイアガラホールズ市より滝の眺望が良い、ため、観光地として栄えている。また、オンタリオ州では飲酒は19歳から認められているの、大使。 アメリカでは21歳と法的な制約があるため19歳から20歳の世代をカナダ側に呼び込むことにもつながっている。1990年代中頃、オンタリオ州は賭博の合法化を発表し、カ事のないあがらが建設された。1990年代後半、経済ブームに乗って高級ホテルや観光施設が多く建てられた。2004年にはより大きな火事の施設、 ナイアガラフォールズビューカジノリゾートが完成。カナダドルが米ドルより安価であったため、カジノビジネスはアメリカ人観光客を呼び込むことに成功した。しかし、アメリカ側にもセネカナイアガラカジノが立ち、カナダドルが強くなったことに加え、入国審査が厳しくなっていることから、アメリカからの旅行客は減少傾向にある。近年、開発の中心は、 クリフトンヒルとフォールズビュー地区に行われており、ダウンタウンは再開発が進まず空き店舗が目立つ。1970年代までのダウンタウンは地元の経済とナイトライフの中心として栄えていたが、ナイアガラスクエアショッピングモールができたことにより、小売店や客足が流れてしまった。ダウンタウン地区の再開発計画案が2006年以降に見られたが、2007年2月、 計画案が行き詰まったことが明るみとなる。ナイアガラホールズ市議会は市長と議員8名によって構成されている。市議会選挙は4年おきに行われ、次期選挙は2010年の11月に予定されている。議会は市の政策と決定、監視、運営、予算などの責任を負う。ナイアガラ教育委員会とナイアガラカトリック。 教育委員会の二つの委員会によって、ナイアガラ地域の小学校と中等、高等学校の運営を行っている。私立の学校も多くある。市内の図書館は本館と四つの文館があり、週1万人の利用客がある。同市の図書館システムは、ナイアガラに関する歴史の資料を公開しており、データベースを通じて、オンラインで2万点以上の写真や芸術作品に、 触れることができる。11月初旬から1月初旬まで行われるイルミネーションのイベントである。最初に実施されたイルミネーションプロジェクトではアメリカ側のナイアガラフォールズ氏も参加していたが、現在ではオンタリオ州側のみがイベントの公式スポンサーとなっている。スカイロンタワーから見下ろすナイアガラ川とその周辺、砂岩がオンタリオ州のナイアガラフォールズ氏、右岸が ニューヨーク州のナイアガラフォールズ市、ホールズビューカ事のナイアガラの観光地は滝を中心に、エリー湖からナイアガラ川沿いに、オンタリオ湖までのエリアにある。滝周辺の土地は、ナイアガラパークスによって、管理、運営されている。また、エリアには滝や、自然のアトラクションだけでなく、カジノや、娯楽複合施設なども見られる。また、ナイアガラ半島は、ワイン産地で知られ、 近年大きな成長を見せている。ワイナリーツアーやフェスティバルも地元への経済効果が大きい。ナイアガラフォールズ市とニューヨーク州のナイアガラフォールズは、カナダ、アメリカ、それぞれの主要高速道路、ハイウェイ4 0号線、シリーズ、クイーン、エリザベスウェイトで結ばれている。この区間は、トロントとバッファロー間をも結んでいる。 ナイアガラパークウェイは、ナイアガラパークスによって運営されている道路である。上記、三つの国際空港へは、シャトルバスが運行されている。ナイアガラホールズ駅ビア鉄道及び号、トランジットレイクショアウェスト線のナイアガラホールズ駅は、無事ジストリート4267にある。二つの地元新聞社があり、ラジオ局が三つ、コミュニティのテレビ局が一つある。他のメディアは、 ハミルトン、トロント、バッファローからものが基盤である。地勢的にはバッファローに近いが、ナイアガラホールズ市ではバッファローよりもトロントのメディアマーケットに含まれる傾向にある。しかしながら、ラジオ局はバッファローよりである。トロントとバッファローに挟まれている関係上、住民はトロントスターやトロントさん、ザ・バッファローニュースも手にしやすい。2006コミュニティプロファイルズ。 コミュニティハイライツ4ナイアガラフォールズ2008年5月12日閲覧カナディアンクライメイトノーマルズ1971から2000ナイアガラフォールズオンタリオエンバイロメントカナダ2007年3月23日閲覧セレクテッドエスニックオリジンズフォーセンサスサブディビジアンスウィズ5000プラスポピュレーションサンプルデータスタティスティックスカナダ 2001センサスオブポピレーション2007年3月17日、閲覧。コミュニティハイライズ、シティオブナイアガラフォールズ。スタティスティックスカナダ2001センサスオブポピレーション2007年3月17日、閲覧。ナイアガラフォールズトレーンステーション、ビアレールカナダ2016年7月3日閲覧。 ナイアガラホールズビアステーションゴートランジット2016年7月3日閲覧ナイアガラホールズ ON アムトラック2016年7月3日閲覧メープルリーフ P2 アムトラック2016年4月24日2016年7月3日閲覧マップゴートランジット2016年7月3日閲覧 ナイアガラホールズトランジット、ナイアガラホールズトランジット、2016年7月3日、閲覧高知カナダ、高知カナダ、2016年7月3日閲覧コーチカナダコーチカナダ、2016年7月3日、閲覧、ナイアガラエアーバス、ナイアガラエアーバス、2016年7月3日閲覧、ありがとうございます。